芸歴3年目グローの高松です。よろしくお願いします。同じく芸歴3年目グローの家村です。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ついに劇場に入らせてもらって、はい、嬉しいですね。はい、だいぶかかってます。だいぶかかってますね。もう3年目苦労してます。お願いします。もう押したくないです。お願いします。それは覚えてるやろ、コミュニティの裏やと、うん、覚えてる。いや、覚えてるのは多分合ってると思うから、ね、いや、そら合ってるやろ、うん、ちょっとじゃあ、お互いカメラに言いに行って、うん、本当にちゃんと合ってるか、うん、動画で確認しよう。合ってないとおかしいからね、コミュニティ。いや、そら合ってるよ、はい、まあ、俺から、はい、相方が、自作の辞書があって、それを適当に引いたら愚弄するという意味のとこに開いたので、その漢字グローするのグローが漢字が怖かったんで、ひらがなでグローコンビネしました。オッケー、じゃあちょっと、ああ、オッケー。めちゃめちゃ口臭いです。はい、もう酸っぱいとかじゃないです。もうめちゃめちゃ渋い、渋いの来てます。本当にめちゃめちゃ口臭いです。相方のいいところ言い合う、もう一回。あ、お互いね。恥ずかしいや。まあ直接言えんやろ、そんな。まあ自分より相方の方が分かってるかもしれんからな、いいとこは。はいはいはい、そうでしょ。だから、うん、まあ恥ずかしいやろからカメラに向かって相方のいいところ、相方のアピール、お相方のいいところ言う。さっきみたいに戻って、またそれ、またして、で動画で確認しようや。分からんけど、お前そんなこと思ってたんや。違う、これ面白いんだよ、このシステムは。面白いんじゃない、それも動画見てみな。照れくさいしな。いやいや、普段は言われへんよ。そうでしょ。言ったらええの、この先行で。俺の好きなところで、まあなんか、うん、あ、俺は僕は絞り出すわ。相方のいいところは、俳優の浅利陽介さんにめちゃくちゃ似てますぐらいですかね。だから訛りの強い浅利陽介さんっていうところが僕は相方の好きなところです。 OK。 じゃあ、はい、聞くなよ。いや、分かってるもん。めちゃめちゃ口臭いです。酸っぱいとかじゃないです。あの、渋いやつです。めちゃめちゃ口臭いんで。僕はいらっしゃるんですか。もう普通に言いましょう。これは普通でいいんだ。5年後の自分たちのところがいいですね、はい、5年後ですから、2027年。はい、はい、じゃあ僕は今、アルバイトの給料で生ビール1杯250円の居酒屋に行ってますが、5年後の高松はお笑いの給料で生ビール1杯650円の居酒屋に毎日行けてるのでしょうか。行けてたら嬉しいです。はい、5年後の自分へ、もう M1 やで。M1 取ってたら、うん、いいし。そりゃいいよ。取れてなかったら、うん、まだ出れるんやから M1 やで。漫才劇場の出番とかさ、ここで人気を上げてとかもあるけど、うん、M1 なの、あなたは。踏み台にしてけ。最低なこと言うてるよ。これからお世話になっていくと。いや、そこで力入れて、うん、ほんと M1 やで。 M1 優勝やで。 OK か。はい。はい。じゃあ以上になります。よろしくお願いします。